ホーム東成岩駅は愛知県半田市朝日町三丁目にある東海旅客鉄道、木浦臨海鉄道の駅である。駅番号は CE08。JR 東海の竹戸予線と木浦臨海鉄道の半田線が乗り入れる。東成岩駅は竹戸予線を運営する JR 東海と半田線を運営する木浦臨海鉄道が管轄する駅である。竹戸予線は 愛知県内の大府駅と竹豊駅を結び、この駅から貨物列車専用の貨物線であるハンダ線がハンダ市内のハンダ不等駅まで伸びている。竹豊線は JR 東海が施設を有する第一種鉄道事業者で大府駅から東成岩駅まで日本貨物鉄道がそれを借用して貨物列車を運行する。 第2種鉄道事業者になっているが、駅自体は JR 貨物には属さない。開業は1933年である。当初は竹豊線の単独駅であったが、1975年に半田線が開業している。東成岩駅は、1886年の竹豊線開通から40年以上経った1933年12月に開業した。 1930年代前半に開通した下鉄道への対抗策として実施された機動車列車の運転開始列車増便に合わせて新設された駅の一つである同時に開業した他の駅と同じく旅客専用の駅であったが1945年から貨物の取扱いを開始したしかし貨物営業は1975年11月の 木浦臨海鉄道ハンダ線の開業と引き換えに廃止され、国鉄所管駅については、開業時と同様の旅客専用の駅となったまま1987年の国鉄分割民営化を迎え、JR 東海に継承されている。東成岩駅では、上記の通り1945年5月より、貨物の取り扱いを開始した。対象は、シャーツ海貨物で、 専用線発着のものに限って取り扱った。駅に接続していた専用線は駅の東隣で創業する川崎製鉄地下製造所のものである。1970年の専用線一覧表によれば、川崎製鉄専用線の総延長は 2.9km である。同線は工場への原料輸送や工場からの製品輸送に使用されていた。 1975年11月に東成岩駅での貨物の取扱いは廃止されたが、それと同時に開業した木の浦、臨海鉄道ハンダ線経由に専用線は切り替えられ、1996年3月まで使用された。島式ホーム一面二線の地上駅。単線区間にある交換駅であり、列車の交換が可能である。ハンダ線は2番線から北側に向かって分岐しており、 竹と予線、半田線を直通する、貨物列車は2番線南方にある木回し線で、機関車を付け替えて、スイッチバックを行う。2015年3月に、竹と予線は電化されたが、木回し線は、ディーゼル機関車しか使わないため、非電化のままである。駅舎は1番線側にあり、1番線を渡る、港内踏切で、ホームとつながる。オ府フ駅管理の無人駅である。 JR 東海は2013年10月1日より、当駅を含む6駅について、集中旅客サービスシステムを導入し、自動券売機、自動改札機を整備した上で、遠隔案内によって一括的に管理されるようになった。愛知県統計年間及び、死体半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。近くにある名鉄青山駅より、 利用客数はかなり少ないが近年は増加傾向にある。1950年度から貨物の取り扱いが廃止された1975年度までの貨物取り扱い量は以下の表の通りに推移していた。東成岩駅には全列車が停車する。また2018年3月まで運行されていた快速列車も停車していた。ありがとうございます。